スムーズです。STI のコンプリートマシンというだけあって、全体的に非常に軽やかさとスムーズさがありますね。TRD なんかと比べると、よりロード方向の快適性に振っている味付けになってます。街中で乗った感じっていうのは、すごくノーマルの BRZ をすごく太らせている感じですね。ノーマルの BRZ っていうのはノーマルの86と比べてもちょっと味付けが違って、リアのスタビリティが高いチューニングがされています。車全体としてリアを安定させながら旋回性能を引き上げるというスバルが今までインプレッサなどでやってきたチューニングが FR にも継承されていて、その次元が一つ引き上がってるんですけれども、街中での乗り心地がすごくスムーズ、突き上げ感もなくしっかりしているというものになっています。その理由っていうのは、スーパー GT でもパートナーを組んでいるミシュランタイヤとのタッグなんですけれども、この車がパイロットスーパースポーツっていうミシュランの中でも一番レベルの高いスポーツラジアルタイヤを履いているんですね。でそのコンセプトが、そのサーキットみたいなところで走ってもタイヤが根を上げず、なおかつこういうロード輸送をした時にも雨が降っても気温が低くてもきちんと低温領域からタイヤがグリップを発揮させるようなタイヤになってるんですね。それを使いたいとスバルが思ってマッチングさせた足回りを作ってるところがポイント。だから街中で乗り心地がいいとか単純にそういう話ではなくて、もっと厳密に言うと、このタイヤを街中からサーキットまで一緒に使うためにどういう風にしなやかに味付けをしていこうか、安定させていこうかって考えているのがスバルの STI のやり方ですね。気持ちいいですね。この車はリアのドライブシャフトが強化されているタイプになってるんですけれども、速度が乗ってくるとですね、このタイヤと足回りのダンピングの周波数がすごく合ってきて、路面の凹凸に対してもすごく気持ちよく乗り越えてくれるのがいいですね。間違いなく普段から使うことができて、でかつその乗り味は大人っぽい、そういう風に使っておしゃれに生活したいなって人にもおすすめできる車になってると思います。車ってトラクションが良かったり出足が良かったりギアのつながりが良かったりすると加速感がよく感じられるので、本当に気持ちよくエンジンが回っていきますね。やっぱりこの車にターボを使わなかったっていうのは NA2 リッターの気持ちよさを味わってほしいっていうことなんですけれども、シャシーの快適性が車の気持ちよさに、動力性能の気持ちよさにもつながるんだなっていうことが強く感じられます。ワークスがやるとこういう上質なチューニングができるんだなって、そしてそれを僕たちが手に入れることができるってのはすごい幸せなことだなって感じます。タイヤもですね、ハイグリップスポーツラジアルにありがちな一般道でゲインが立ちすぎたり急激にグリップが上がりすぎたりっていうような感じがないんですね。ゴムだけで路面を捉えてるんではなくて、そのタイヤの構造も含めてたわんだり接地圧力をかけたりすることでグリップを発揮してるっていうのが分かる足回りであり、分かるタイヤであり、つまり低い速度でこうやって走っててもコーナーを運転するのをなんか味わっているような感覚が持てていいですね。それでいてサーキットみたいな限界の高い領域で走ってもこの車ブレーキもしっかりしてるんで値を上げることはなかったですし、かなりレベルが高い車になってます。チューニングとは一味違ったね車、それがコンプリートカーなんだなっていう、そういうことがわかると思いますよ、皆さん乗れば。2台を乗り比べてきました。両者で感じるのは、お互いに86と BRZ というスポーツカーをですね、我々が楽しく乗れるようにするにはどうしたらいいかっていうのをものすごく考えて作ったっていうことですね。そうですね、自分が手に入れるとしたらすごく悩むと思います。皆さんも本当に同じだと思うんで、機会があれば、両方乗って、これだって思う方を手に入れてほしいと思います。